おはようございます。朝ごはん。最近ハマってる卵をここに割って覆いまして、この状態でこれぐらい待ちます。そしてあっつい、半熟卵。うん、卵味噌汁。バナナ。こうやって細めに、薄めに。ラスト。謎の朝ごはん完成しました。いただきます。味噌汁と卵、バナナとヨーグルト、合うのかわからないんですけど、うめえ。タンパク質約20、炭水化物約30、脂質8くらいですかね。渡航日渡航先がなかなか決まらないんですけど、話は進んでるような感じもします。なんですけど、確定するってことは多分難しくて、練習参加だったりちょっと興味があるとか、そういうレベルの話で一つ秘策を思いつきました。それを今回お話ししたいと思います。これしかないなっていうのあったんで。どうですかこの見た目は。ちょっと作業していきます。コーヒーいただきましたので飲んでみます。カフェオレっぽく。ああうめえ。うまいです。今日はジムがお休みなんで、違ういつもやってるやつをやります。久しぶりに昨日サッカーしたんですけど、めちゃくちゃ楽しかったし、サッカーボールでサッカーをするのが本当に楽しかったです。フットサルボールも楽しいんですけど、やっぱり跳ね方が違ったりとか、ボール触った時の感じが違くて良かったですね。もうサッカーの試合とかもしたいですけど、なかなかできないので、ちょっともう少し我慢して頑張ります。住んでるところの周りに特に何もないので、普段行く場所も遊び行く場所も出かける場所もほとんどないんで、もうトレーニング以外はほぼ引きこもりしてます。友達と会ったりするときは外出るんですけど、一人で買い物とかご飯食べ行くってことはもう絶対にないです。なんですけど、なかなかね進みそうで進まなかったりいろいろしてるんですけど、まあちょっと頑張ります。骨盤トレーニング中野と調べたら多分出てくると思います。この後トレーニングもこんな感じでやって、ランニング12分また3本走って、
今日は夜フットサルのチームので練習試合があるんで、そこにも参加させていただいて、夜はそうやってボールを蹴るって感じでやっていこうと思います。タッチでチャレンジしてみたいと思います。やばい。これはちょっとやりすぎ注意ですね。うまくできないと腰とか怪我しちゃいそうなんで、無理しないで、多分膝とかで、膝でしっかりここまでいけるようになった方が絶対いいかもしれない。腰がもうこうなってたんで、さっきまあちょっと腹筋は時々入れながら少しはこう入れていきたいと思います。走ってきます。行ってきます。行ってきます。すごいところにカエルがいました。あ、逃げた。終了しました。納豆、卵、ペペロンチーノ、シラスパスタ、いただきます。シャワー浴びてこれから欅ウォークっていう群馬県のちょっとしたショッピングモールみたいな場所でちょっと用事があるので行きます。最初に話したチームと契約するために見つけた秘策なんですけど、まあ、今の前提としてオファーがなくて契約したいですって言ってもできるチームがない状況で、でどうするかっていうところで秘策を発表します。飛び込み営業をしようかなと思います。まあ、飛び込み営業って言ってもいきなり行って練習入らせてって言ってもかなり可能性は低いので、今いくつか練習参加できるところだったりっていうのを話してて、でその中で一番早く練習参加いいよって言ってくれた国だったりチームにまず行って、興味がねあまり持たれてなくてもとりあえず行ってしまって、で現地で、もう練習参加だったり別の国との話を現地でやって、いつでもその国から行けるように、やっぱり日本でずっと待っていたりとか連絡してるだけだと結局何も始まらなくて、進んでいるようで全然進んでない気がしてるので、少しでも練習参加まあいいよぐらいで取る気はないと言われたとしても、とにかくまず行ってみようかなと思います。そしたら何か起きるかもしれないし、その場でもし選手が急に欲しいってなった時にすぐに動けるので、日本にいてもなかなかすぐには動けないので、まあ、1つ目の練習参加さえ決まれば、行ってしまうかなと思います。まあ、決まりそうな感じもするので、練習参加できる場所っていうのが、はい、そこだけなんとか話を詰めて行ってしまえば、まあ、リスクも練習参加できるっていうところで少ないっちゃ少ないですし、行動的にもいいチャレンジになるかなと思うんで、何もなくて行っても本当リスクしかないですし、だからといって絶対入れるようなところまで日本で詰めるっていうのもなかなか受け身すぎるなと思ったので、行ってみたいと思います。これが秘策です。1% でもね可能性があればとりあえず練習参加行こうと思うので、決まり次第すぐに往復します。着きました。スタバありました。自分がどこから来たか分かんなくて今帰る場所が分かりません。うん、やっぱり入り口と違う、分からなくなりました。お釣りが140円も来ました。200円しか入れてないんで、本当に車が見当たらなくなりました。
おまけ。よかった、やっと見つかりました。帰ります。最後までご覧いただきありがとうございました。2024年12月31日までに YouTube 登録者1万人を目指してやっていくので、ぜひ面白いと思ったらチャンネル登録